シップになっているので靴につけてください。靴紐に、はいはい、つけて走ってください。はい、ただいまショートコースの受付を開始しております。7時40分から開会式です。開会式終了後8時からロングコーススタート、8時30分からショートコーススタートです。皆さんおはようございます。モンデウス飛騨倉山スノーパークからお送りしております。今回の特別番組は第2回目の開催となります。飛騨倉山トレイルです。改めて内容を説明します。こちら あのモンデウスのセンターハウスをスタートしまして、倉山に至る林道の方を駆け上がりながら山頂を目指してこのゲレンデの方に戻ってくるショートコースと、もう一つは倉山の山頂から天空の遊歩道という道を越えて香織岳の方まで行き、そしてまたこちらのセンターハウスに戻ってくるロングコースの2種類があります。全国各地から今年も多くのランナーの方がお見えになられました。今回の特別番組ではこのランナーの皆さんが懸命に走る様子であったり、地元一宮町の町民の皆さんが懸命におもてなしをする様子などをお送りしたいと思います。どうぞ番組最後までお付き合いください。まもなく開会式を開始します。選手の皆さんはステージ前にお集まりください。天候の悪い中、たくさんの、ね、選手の皆様にお集まりいただきました。まずは高山市長国島道博様より歓迎のご挨拶を申し上げます。今日は第2回の倉山トレイルということで、関東からそして九州からたくさんの選手の皆さん、ようこそこの一宮町へお越しいただきました。9万人の市民を代表して、皆様を心から歓迎を申し上げたいと思います。楽しんで走んでいただけるように、一宮町の市民の皆さんも百数十人ボランティアで出てみますし、小学校や中学校の子どもたちも授業として応援で皆さん方のサポートをさせていただいております。今日は怪我のないようにゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。ピストルの合図とともにですね、宮中学校の吹奏楽部の皆さんであります、応援曲の演奏がございますので、選手の皆さんはね、音楽に合わせて元気よくスタートしていただきたいと思います。これね、5、4、3、2、1、
はい、ロングコースに続き今ほどショートコースのランナーもこちらを通過したところです。それでは改めまして今大会の概要を説明します。まずロングコースです。距離は約 32km、 累積標高約 2100m、 最大標高は香織岳の山頂 1625m となります。モンデウス飛騨倉山スノーパークを通過後、刈安林道、そして1529m の標高倉山山頂、そして天空の遊歩道を越えて香織岳、その後爪田谷の大市、またそこから天空の遊歩道に戻りまして、モンデウス飛騨倉山スノーパークの方に戻ってきます。午前8時をスタートとし、制限時間は8時間です。続いてショートコースです。距離は約 12km、 累積標高は 774m、 最大標高は倉山山頂の 1529m となります。モンデウス飛騨倉山スノーパーク通過後、刈安林道を越えて倉山山頂に、そしてモンデウスに戻ってくるコースです。午前8時30分にスタートし、制限時間は4時間となっています。はい、モンデウスに戻ってまいりました。今回の飛騨倉山トレイルでは、地元のまちづくり協議会の皆さん方がショートコースを設けられました。こちらに広がる倉山の合併記念公園の約500m をウォーキングするものです。いらっしゃい。はい、行ってきます。いってらっしゃい。はい、行ってきます。いらっしゃい。いってらっしゃい。はい、行ってきます。はい、爪田谷の大一位のところにやってまいりました。ご覧ください。樹齢は約2000年と言われております。この場所なんですが、宮川の最上流香織岳のふもとにありまして、ロングコースの皆さん方がこの爪田谷の大一位のところをぐるっと周回された後、急坂を上がって天空遊歩道までまた駆け上がるというコースとなっております。大変過酷なコースの一つです。樹齢2000年の1位の木が見守ってくれますよ。じゃあトップランナーです。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。ようこそ1位まで。ここをぐるっと回っていただいて、はい、で今コース一番の急坂になりますので、はい、こう回って、ここをぐるっと回っていただきます。はい、頑張ります。真ん中にあるでっかい木が2000年の1位の木です。これですか？あの中の空洞になってます。2000年ですよ。ありがとうございます。お気をつけて。お疲れ様です。はい、こっからがきついんです。頑張ります。待ってください。はい、
カオレ岳の登山道の入り口に設けられたエイドステーションにやってきました。こちらの奥の方がちょうどカオレ岳の登山道の入り口になりまして、このロングコースのランナーの皆さんはカオレ岳の山頂からずっと下ってきまして、まずこちらで中学生が関門のチェックをします。そして次こちらの方をご覧ください。こちらでは中学生の皆さん方がさまざまな形でおもてなしをしています。1133、133、297297、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ぐちゃぐちゃでも楽しいです。ありがとうございます。どうでした今までの走りは。えらい今日はあの濡れてますでしょ。ぐちゃぐちゃやもんでさ、うん、もう何回こけたかって感じ。これから冷たの1位まで行った後最後の難関ありますけど、最後の登りが大変なやつだな。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、写っとるやな。写っとる。すいません。42番でいいですか。はい、です。はい、1242番。第2回飛騨クライアマートレイルロングコース部準優勝、私のサブル選手のライブゴールです。おめでとうございます。お疲れ様でした。豚汁とかおにぎりとかありますんで、はい、お疲れ様。お疲れ様でした。3番目だ。女子の3番目だ。お疲れ様です。お疲れ様です。女性の4位です。おめでとうございます。14番、まもなくゴールします。ああ、だったよ、年代別。何分？ああ、分かんない、何分だったかな。分かんない。いや、乾杯したわ。いや、マジ乾杯。はい、どうぞ。お疲れ様です。はい、おめでとうございます。
続き、ただいまより第2回飛騨クライアマートレイル総合表彰式を行わせていただきます。ここからはプレゼンテーターとして国島道広高山市長にもご参加いただきます。第2回飛騨クライアマートレイルロング男子の部栄えある優勝は斉藤光介選手、岐阜県高山市、リブナンバー1178、タイムは3時間48分14でした。第2回飛騨クライアマートレイルロング男子優勝、斉藤光介の栄光を称える、おめでとう。おめでとうございます。すごいね、2つも2個ですか、2つ目のゲットで、はい、おめでとうございます。胸にカメラに向かって最高の笑顔をお願いいたします。おめでとうございます。改めて大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。第2回飛騨クライアマートレイルロングの女子優勝、タイム4時間47分34秒阿部千恵子殿、栄光をたたえる。平成29年10月21日飛騨クライアマートレイル実行委員会大会長、美少女千恵子、おめでとう。同じく第6位、文野美智子様、栄光をたたえる、おめでとうございます。はい、飛騨優です、はい、岐阜県です。ここからは優勝者にインタビューしたいと思います。ロングコースの優勝、海人さんです。よろしくお願いします。お願いします。まずもっておめでとうございました。ありがとうございました。いかがでしょう、今日はコンディションが悪かったかと思うんですけれど、はいはい、今回のコースを振り返られたちょっと感想を教えください。雨が降ってて、はい、ぬかるんでたんですけど、まあ、そういうコースの方が得意なんで。あ、はい、そうですか、はい、海人さんはトレイルランはどれぐらいやられてますか。10年ぐらいやってます。ではじゃあ全国各地いろんなところレースには出られてるんでしょうか。そうですね、はい、そうでしたか、はい、さて今回の優勝、率直な感想を教えください。嬉しいです。嬉しいです、はい、お肉ももらいましたしね。そうですね、はいはい、せっかくですので最後にテレビをご覧の高山市民の皆様に一言メッセージをください、はいはい、宮野皆さん、いろいろボランティア等ありがとうございました。おかげで頑張ることができました。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ロングの部の、優勝です。地元高山市の海人選手にインタビューしました。本当におめでとうございました、はい、ありがとうございました。では最後のゲストは大会の実行委員長森本さんです。実行委員長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まだ大会はまだ行われておりますけれど、はい、今のところの率直なご感想を教えください。天候が悪い中で本当に心配はしてましたけど、はい、まあ、今のところ大きな事故もなく無事に済みそうなのでホッとしてます。はい、今日もですね、朝早くから、はい、地元の中学生とか、あとメダルを作ってくれる保育園の子どもとか小学校の、ね、旗を作ってくれた、はい、本当多くの地元の皆さんに支えられてるんだなというのを実感した今日一日となりましたが、はい、そのあたり、はい、森本さんいかがお考えでしょうか。はい、今回も昨年同様、保育園の子どもたちにはメダル、はい、そして小学校の生徒さんは選手全員にメッセージを入れてもらいました、はいはい、そして中学生については全員が学校行事ということで、応援からいろんなスタッフと一員として頑張ってくれたら本当に感謝しています、はい、なお今年から町協の方にもお願いをして、はいはい、ファミリーコースというのを新しくやらせてもらって、はい、第1回目にしては100人以上来ていただいたので本当にありがたいと思っています、はい、さらに
来年に向けてもう少し宣伝をして、はい、地元の皆さんにも喜んでいただけるようなイベントになればいいなという。今ほど実行委員長おっしゃったその来年に向けてといったところですけど、はい、いかがでしょう、抱負みたいなところ、まだ聞くのは早いかもしれませんが、ちょっと教えください。そうですね、まあ来年に向けてはまだ決まってませんが、はい、やはり去年もそうですけど、やっぱこの暗い山から香れの天空の遊歩道と言われる素晴らしい登山道を、はい、ぜひ日本の皆さんに登っていただいて、うん、神の山を全部知っていただく、うん、そして新しい試みとしてもっともっと地元の皆さんで来ていただく選手の皆さんを歓迎してやれればいいなと思っております、はい、それでは最後に、はい、テレビをご覧の高山市民の皆様に一言メッセージいただけますか。はい、地元の皆さん方には本当に応援していただいて本当ありがとうございます。また来年も一生懸命やらせていただきますので、ぜひまたお越しください。はい、どうもありがとうございました。大会実行委員長の森本さんでした。それでは番組この辺りでお別れしたいと思います。では実行委員長、最後に来年に向けてようこそお越しください、はい、またお越しくださいですね、はい、ということで来年も待ってます。来年も待ってます。